皆さん、シュート君がこんな喋ったら最初に聞きましたね。ということで先週の続きになります、ね、はい、2週続けて小川修斗君ということでね、あの、はい、アボットのコンベンションの方でカード投げのところで終わったのが、ありますので過去ログの方見てくださいね、はい、さあということで今週も修斗君、はい、はい、あと9分ちょっとというか10分弱お願いしたいんですけども、はい、ね、まあ、みゆちゃんさんも本当いつもだったら僕らがくだらないこと話してるのに修斗君がぐっとすごい勢いだったね、面白い話、はい、でまあ、あの話の方はまだ、ね、尽きないと思うんですけどね、はい、その後ね修斗がねラスベガスの方に移動しまして、はい、でまあ、三上ドラフトの社長の福留さんと、はい、名古屋の翔馬さんと一緒にね、いろいろ旅をしました、はい、でカード投げのところから続いての話が聞きたいんですが、はい、うまくくっつけて10分で収まるように、はい、お願いしたいと思います。よろしいでしょうか、修斗君ね、はい、お疲れのところと思いますが、さあそれではみゆちゃん、その後はね、また別のラジオも撮りますので、はい、いきます、神高さんのラジオです。それでは小川修斗君を挟んで行ってみたい、2週目です、行ってみたいと思います。魔法を信じるかい、どうぞよろしく。で先週カード投げで終わったんですけどね。そうなんですよ。で、ね、カード投げをやっぱりしてのおまわりさんが、まあ、止めないっていうのはすごい変わってる街なんですけど、結局もう何ですかね、うん、実際にレストランに来る人たちもそこはマジシャンが溜まってることが分かってて、でたまたまね、ショーをやるために近所 の、まあ、ショーのバラを買うために、はい、キリのマーケット行ったんですよ、うん、そのマーケットでもマーケットの前で、アマチュアだかプロだか、まあ、プロでしょうね、衣装着てるんだから、うん、衣装着たマジシャンがもうマーケットの前でスピーカーセットしてマジックやってるんですよ。だから街全体でマジックをやってマジックを楽しむみたいな、で周辺の人もやっぱり車1時間圏内だったら遊びに来るみたいな感じですね。なるほどね、ディズニーランドじゃない、人口でもどう考えても多くなさそうだよね、そこ自体は、ね、多くないですね、テーマパークだね。だから普通になんか消防署の人たちも車止めて見に来てましたからね。まあ、でもそんなね、旅をして終わった後にラスベガスに移動したんですよね。そうなんですよね、はい、出発が、ね、朝4時とかで結構しんどくて、朝4時に出発で、空港に5時半ぐらいに着いて、このぐらいところ6時半ぐらいだったんですけど、はい、でまあ、シカゴ経由で、でシカゴ経由のラスベガスと、ラスベガス着いて、結局、まあね、僕はほら、普段お客さんが日本から来るとき、やってることとほぼ同じことするだけなので、まあね、まあ、一応、事前に相談しておいて、レンタカー借りる必要ありますか、じゃあ借りましょうって話で、はい、とりあえずレンタカーを借りに行って、まあ、15人乗りのバンかな、を借りようとしたんですけど、はいはいはい、ちょっと人数が少ないし、送迎を結局ね、僕が送迎しなくても、まあ、その、ショーマンさんね、名古屋の、うん、手品師、あれどっちだっけ、手品屋、手品屋さんかな、手品屋さん、手品屋さんは手品屋ですね、手品屋だ、マジックショップ、はい、手品屋だ、そう、手品屋さんってね、バーの方の手品屋とね、家とそれから、そうだそうだそうだ、 あれが違うんだ、あるんだ、八億の奥って、そうですかね、知り合いでね、いつもね、で手品師っていうのもありますね、あるあるある、龍之介君の手品師、そうだからね、ちょっと混ざっちゃうんですけど、手品屋さんでですね、うん、でそれでまあ翔馬さんが結局全体を引率する感じ でそれで、うん、僕はほら別に旅行代理店の人じゃないので、そうだよね、そう、ゲストで来てくださいって言われて、まあね、ゲストで来てくださいっての珍しい、珍しい、ちゃんと予算も立ててくれた、いや、修斗君ってさ、ある意味だとこんだけ大物であっても便利な人だから、うん、ね、送迎もできればツアーコンダクターもできる、何でもできちゃうところがね、またあれなんですけど、でもゲストで、そうだから普通に、ちなみに運転したの、車はいいように利用する人、あ、運転はしましたよ、あ、そう、うん、やっぱりローカルで運転できるのはローカルの人間なんだよな、こればっかしやな、結局ラスベガスブルバードなんて走ったら全部止まっちゃうので、うん、だから知ってないとダメだね、うん、でもね、僕もやっぱりラスベガスの情報は新しくないので結局現地の人に聞かなきゃいけないんで、まあうん、ジェンソン・バーンとか、うん、その他の人たちに連絡をちょっと入れて、うん、最近のベガスのショーどうなのって聞いたんです、まあ、でもほとんどね、ショーのチケットはショーマさんが取ってたし、うん、ホテルの予約も全部してあったし、全部もう、そうだね、もう段取りを組めてたんですよね、ラスベガスウェイズは使った、ウェイズ使いました、あ、やっぱりそうだよね、まあ、とりあえず基本的には使いますけど、ウェイズっていうのはナビゲーションのね、すごいいいアプリなんですよね、うん、iPhone の、うん、そうで、まあ、ベガスも結局毎日2つから3つのショーを見るっていうね、目標ポーズだね、でこの2つから3つの3つを見る場合はやっぱ現地の人間が走らないと、そうだな、うん、だからやっぱり幸いにも翔馬さんがまだ若いから、翔馬、うん、さんと僕が両方頭になれるので、あ、それは良かったね、だから二手に分かれることもできるし、うん、例えば翔馬さんがチケット交換してる間他の人リードすることもできるし、うん、あとカップルでね、田中さん夫妻っていうのが来たんですけど、はいはいはい、その二人がね、アメリカに2回目、ベガス2回目、海外も旅行もたまに行ったりしてて、うん、じゃあ多少大丈夫だな、そうで、すごくね、面倒見がくて柔らかい性格の人たちなので、うん、合計8人もいたんですけど、まあ、翔馬さんと僕が頭になって、うん、その2人が様子を眺めながらうまく話してくれたんで、まあ、そんなに手がかからず、
まあね、シュート君が行くとね、アメリカのマッチャーたちもみんなすごく好意的で、なんかその8人9人全部ペン&テラーのテラーが自分の部屋に招いてくれたんでしょ。あ、そうですね、あのバックステージ、これはなかなか素晴らしいですね。バックステージのお部屋がありましてね、あのバナナ置いてあるんだよね、なんか知らないけどね、バナナ好きなんですか。よくわかんないんだけど、なんかチンパンジーのバナナをなんかモチーフにしたなんかイメージしてるんじゃないの。そういう、そうバックステージなんですけど、そう、そこもだから初日からペン&テラーのショーで、うん、そうだね、まあでも結局、まあ、初日も食事しましたけど、うん、結局あの、ね、来た人たちがね、僕のこと知らない人も案外いたんですよ。あんまりね、最近ちょっと仕組みのことを知らない人がいてびっくりしたことがあったんですけど、うん、でまあその年配の方たちがいらっしゃって、アマチュアの、ね、方で、だから僕海外に出てから待ち始めたのおじ様方なのかもしれないですけど、まあ、それで、まあ、最初一生懸命翔馬さんが、いや特別ゲストなんですよってみんなに説明してるんですけど、まあ、ピンと最初来てないよね。これちょっと変な話になっちゃうんだけど、はい、君のことを知られると困るメンバーがいっぱいいるんだよ。自分が世界で一番うまいと言って自負しているしょうもないやつら多いだろうね。あなたそうでしょ、聞いてるか、あなた違いますか。はい、そんな人たちが多いので。誰に言ってんすか。いや、いろいろいるんですよ、ね、あの世界一のマーシャンって言ってる人たちがね、いっぱいいるんで、ね、クロースアップのどうたらこうたらとかいっぱいいますよ。だからそういうことを考えた時に、シュート君って実はすごい目の上のタンコブなんだよね。いや、ほらマジックアスルだってさ、あの自分が認められたなんとか会員だとかいっぱいいるじゃない、わけのわかんないのが、ね、うん、まあそれでもシュート君はそういう中でも、まあ、あの名前を知られるとかそうじゃなくても実際はすごく有名な人ですから、うん、であとものすごくホスピタリティもいいんでね、うん、まあ、ちなみにデビットもね、なんか一緒に写真撮ってたりいろいろしたんだよね。はい、デビットもしてくれました、ね、うん、だからシュート君って実のことを言うと、アメリカのそういうマンションだとみんなに好かれてるってところでしょうね。そういうことだよね、はい、どういう意味で好かれてるかちょっとデビット分かりませんけど、怖いな、ということで。まあそんなわけですよね、うん、まあでもちなみになんだっけ、シュート君のそっくりと言われてたそのデビットのアシスタントはまだいるの、あの人。ああ、分かんないですね、今回は会ってないですけど。会ってない、うん、まあ、いろんな人たちがいましたね、はい、うん、ね、そうですか。でもやっぱり疲れたでしょ、いろいろベガスは。まあそうですね、いかにゲストとはいえ、うんうん、まあそんなわけでね、じゃあそろそろこの話をね、終局に持っていかなきゃいけないんで、さすがに私も話さなきゃいけないから戻しますけども、はい、とにかくここずっと日本から帰ってから数日でまた飛んでね、アボットのコミッション飛んで、ね、そして全部回って帰ってきて、うん、で最後すぐ日本からした里本ちゃんと平林さんのご相手までしていただきまして、はい、で最後、これはね前後してますけどね、前も話したと思います、これが、出てるってことは話してるのバリーソープさん事件ね、それにも入って久しぶりにあれ切れてましたね、ちょっとね、もう見るからに圧がすごい感じで、バリーソープ53歳だから何歳をじっと見つめて話してくれた習得でございますが、はい、ゆっくり休んでいただいてね、はい、体調を回復していただきたいと思うんですけど、はい、今度これはね CM になります、9月、はい、習得また行きますね、はい、もうすぐ、あ、もうすぐだ、じゃあね、これね、あ、行きますので、うん、日本でね、あのレクチャーも例えばあの田代さんのところの、JCMA のゆうり君とか、プライベートレッスンなんかもね受けられますので、ぜひ入っていただいていいなって形になります、本当にね、9月になったら天気どうでしょうか、非常に僕ね心配だけどね、日本ね、こっち側のカラッとした天気やってると、なんか梅雨前線は横たわったままずっとなんか夏を越したっていう、すごいですよね、うん、どうなってんだろう。あ、まあそんなことありましたけどね、はい、本当にアボットのコンベンションからずっとベガス行きまして、でも話はアボットが多いね、ベガスよりね。アボット刺激的、まあそうですね、うん、ベガスは見て回るだけでしたからね、うん、そうだよね、アボットはやっぱ刺激的で珍しく面白い街だね。でもシュート君はあのマジック1個だけしかなかったんでしょ、そのベガスの時は。そのそうです ね、 1個ね、カード1個だけ、はい、これももったいないよね。そうだね、シュート君がいればカードでもコインでもやれば、うん、それなのに、まあでもやらさないでくれたっていうことが配慮なのかな、どうなんだろう、すごいですね、すごい配慮だね、うん、便利に扱っちゃってもおかしくないところをそういうふうにしてったとかいいですね、うん、まあそういうわけでシュート君帰ってきました、はい、あと1分残っちゃったんだけどね、1分近くね、はい、次は日本に行った後にまだラリー・ウィルソンのが 10月だっけ、はい、そうですね、うん、あれはどこだっけ、ベガスだっけ、あれリノですね、あ、リノだ、リノですね、もう相変わらず世界中飛び回ってましたね、私たちはいつもこのラジオに出てるときはシュート君のいないときでもミュウちゃんとね、はい、ずっと喋ってるのでこの2週連続が良かったと思います、はい、はい、で皆さん本当にね、日本の9月のときはぜひリクエストいただいて、このラジオのブログの あれでもいいですし、もちろん私の持ってるいろんなブログ関係のところにも書いてメールでもいいです、とにかくせっかくシュート君が行くときに残念な思いしないでください、シュート君より上手な場所は日本に一人もいないので、あらゆる分野でいないと思います、だからそれは不満があるんだったら私のところにメールくださいということで閉じてみたいと思いますのでね、4回のマーシャンオブザイヤーを取った、レクチャーオブザイヤーに毎年ノミネートされている、シュート君の演技ぜひ見ていただきたいと思いますね、はい、みーちゃん何か告知ありますかって、ないですね、ない、本当はねバリーソープさんのお店の告知があったんだけど、まあ、だったんだけどね、8月15日の、オープニングはなんか年末だそうなんで、年末ですか、年末とかちょいとそうか、
なわけでございまして、はい、そろそろ終わりの時間がやってまいりましたということでマイクを取ります。じゃあ、シート君、また報告で出演してくださいということで、はい、はい、よろしくお願いします。それでは、みゆちゃん、あと4秒。うん、4秒ですか。はい、さよならです。どうもありがとう。この番組は、あなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。